はい、どうも、ガチャの古川です。今回なんですけども、オーダーのアレンジメントを作っていこうと思っております。僕、まあ、ちょこちょこね、オーダーのアレンジメントとかをこの YouTube に上げたりしてるんですけども、だいぶ前にね、アップしたやつで、毎月ね、定期的にお花をお届けしてるお家がありまして、それをね、1回かな、動画に撮らせてもらったんですよ。せっかくなんでね、動画に残したいなと思ってるんですけど、なかなか時間なかったりして、撮れてなかったんで、今回はそれを撮っていきたいと思っております。で、僕は作成動画の時なんですけども、一応2パターンあって、結構早送りでもうつなぎでバーってもう流し見るっていうものと、ちょっとグダグダ喋りながら作るっていうので、だいたい2パターンでやってると思うんですよ。で、結構ね、早送りでパーってやってるやつも、実はね、編集結構大変で、この僕が、ちょっとこう横に逸れてる時間とかも全部こう、細かくカットしたりして、割と我々でね、さっと2、3分とかで終わってしまうんですけども、結構編集大変だったりしてます。で、今回は、編集が大変だからとかそういうわけではないんですけども、雑談でもしながら、アレンジメントを作っていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、そしたら作っていこうと思うんですけども、こちらね、いつもオーダーいただいてるものにはなるんですけど、毎回お任せなんですよね。で、大体その時のいいお花を僕が入荷して作ってるっていう感じなんですけど、今回ね、もう一応お任せなんですけど、せっかくね、もうすぐ桃の節句、ひな祭りですかね、桃の節句が近いということで、ピンクだったら嬉しいなっていうふうに、おっしゃっていただいてるんで、ピンクで作っていこうと思っております。ではね、まず花材の紹介からいこうと思います。こちら、桃ですね。まだ10日ほど先なんで、まだつぼみの桃しか出てないんで、つぼみの桃の、矢口桃っていう、一番ポピュラーで、よく出回ってる感じの桃になります。はい、次こちら、バラですね。すごいバラですよね。はい。ちょっと品種がど忘れしたんで、また、概要欄とかに書いておこうと思います。はい、こちらアスチルベ、染めのアスチルベですごい可愛いです、次がこちらラナンキュラス、もう桃色のラナンキュラスですね、次こちら千日紅のピンクです、次が、マムですね、ピンポンマムです。はい、これがスイートピーです。はい、こちら、スカビオサになります。僕がね、今毎週、取り寄せてる、寺尾さんっていう方の、もう僕が日本でも一番綺麗だなって思うスカビオサを作られてる方から、毎週取り寄せてるものになります。めちゃくちゃ可愛くてブリブリです。はい、こちらアグロステンマといいます。ナデシコの仲間かな。はい、かなり、ね、存在感は小さい感じになってるんですけど、入れると入れないでは全然違うので、最後これを見届けてもらえたらいいかなと思っております。はい、これとなんかちょっとグリーンを後から入れるので、こんな感じで作っていこうと思います。ではまず桃から入れていきます。大体ね、僕は枝物とかあったら先に入れるんですね。後から入れても別にダメなことはないんですけど、先に入れた方がバランスは取りやすいかなと思っているので、大体僕は初めに入れます。今回の桃とかはね、まだ割と枝の向きはそんなに気にしなくていいんですけど、枝ってね、結構難しくて向きがあるんですね。太陽に対してどう向けに入ってたかっていうのが結構あって難しいんですよ。なんですけど、今回桃はね、割とこうすくっとまっすぐ伸びる子なんで、割とね、使いやすい花材かなと思います。芯は細いので、ちょっとしっかりめにたくさん入れていこうと思います、ね、ちょっと咲いてないから裸の枝を入れてるみたいに寂しいですけど、ここからね、綺麗に咲いてくれることを願います。多分咲くんですけどね。はい、じゃあ次、バラを入れていきます。このバラ本当にめちゃくちゃ可愛いですよね。の値段はしたんですよ、やっぱりね。こんだけ綺麗なバラなんで、もう納得の値段だったんですけど、どうしても欲しくて買いました。枝を先に刺す時の難点としては、
まあご覧の通り、間に差しにくいんですよね。それを踏まえてても、先に入れた方がいいかなと思います。どうなんでしょうね、僕あんまり人が作ってるのとか見ない方なんで、まあ、修行中とかはね、もちろん先輩の見させてもらったりしましたけど、先輩も確かこの順位で刺したはったなぁと思うんですけど、どうなんでしょうね、一般的には。はい、では、まあ、どんどん刺していきます。なんか初めに僕、桃の節句っていうので、ピンクっていうのを言ってたんですけど、あんまりね、僕は僕がやってきたお花屋の業務としては、そんなにね、桃の節句に対して、いろいろやってきた覚えがあまりなくて、大体、この桃と菜の花かな、菜の花とかで、作ることが多いと思うんですけど、予測ばっかりですいません。はい、じゃあさっき言ってた、寺尾さん、スカミオさんですね。もう本当にね、もうちょっと他の産地を悪く言うわけではないんですけど、圧倒的に質が良くて、好みもあるかな、好みもあるかもしれないんですけど、僕はすごい好きなんですよ、この寺尾さんのスカミオさんね。なんかね、やっぱ産地によって、すごいクオリティを重視してる方もいればね、やっぱり数は必要なんで、たくさんね、定期的に出荷するっていうことも、もちろんすごく大事なことなので、その両方があってね、僕らお花屋さんはお花を切らさずにずっとね、お花を使えてるわけなんで、どっちがいいっていうものでもないんですけど、たまの贅沢みたいな感じなのかな。千日紅のピンクです。千日紅、僕ちょこちょこ使うんですけど、ドライにもなるので、ね、すごい使いやすいですよ、ね、あ、これですね、はい、すごい使いやすくて綺麗なドライになるんで、これよく使うんですけど、ね、ずっと疑問に思っているのがね、千日紅って千日紅って書くんですね。もちろんね、例えば八重咲きと言っても絶対に、80じゃないやんみたいな感じで、いい文句みたいな感じで付けられてる花の名前もあるとは思うんですけれども、なんで千日紅のピンクなんだとなんだったら白とか黄色とかあるんですね。今のレッスンとかで使ってて、千日紅って言って千日赤いって書きますって言っておきながら、なんで千日紅、千日ピンクとか千日黄色じゃないのかなっていう、ちょっと揚げ足取りみたいな感じになってますけど、なんでなのかなっていうのを、すごい僕は不思議に思っています。はい、そうこう言いながらだいぶ出来上がってきました。はい、ではさっきのアグロス天馬を入れます。いや、もう本当にね、か細いんですよ。か細いんで、なんだろうどうやって使うんだっていうぐらい細いんですけど、なんだろう、間からね、ひょろひょろっと出てる感じがすごい可愛いんですよね。本当にアクセサリーをつけてるような感じですかね。今回はね、いつもグリーンは葉っぱを使うんですけど、今回はこちらね、この菜の花をもうグリーンの代わりで使っていこうと思います。菜の花もね、割と万能選手っていうのかな、僕は割と好きな方です。皆さんね、ご存知の通り、お野菜でもある菜の花なので、いろんなパターンで使えるんですよね。
野菜独特にやこの葉っぱの感じね。で、普段あんまりこのグリーンとして使わないこともないんですけど、あんまり使うのはやっぱりね、花が黄色なんですよね。なるほど。どうしてもその 黄色みが寄ってしまうと、ね、例えばシックな感じの紫でっていう感じで使ってしまうと、シックな紫みが損なわれて、黄色の可愛い感じが出てしまうというのがあるので、万能っていうところなんですけど、はい、じゃあこの菜の花を入れて、足元をね、もうちょっと隠したいので、足元にももうちょっと入れて、完成にしたいと思います。はい、そしたら完成しました。よいしょ。はい、こんな感じになっております。ちょっと水がかなりたっぷり入ってて、重いで、写真撮ってね、最後に添付しようと思います。こうやってね、ご注文いただいて、作るところも動画に撮らせてもらって、本当に僕的にはありがたいんですけども、注文してくださった方もね、この作る過程を見れて嬉しいという方も結構いらっしゃるんで、またちょこちょこね、お客様の承諾を得ながら、動画にしていきたいと思いますので、よかったら、ご希望の方いたらまたご連絡いただけたらいいかなと思います。なんか自分の誕生日とかね、そういうのとかだと、より見てみたいっていう方がいらっしゃるんで、はい。そのような感じでちょっと宣伝も含めましたが、これで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。Sometimes we'll feel alone. In a second, I'll